王国によるバトル違う王国によるバトルきわめく黒竜と書きます。モンスターハンターワールドアイスボーンレボリューションでアイスボーンで登場予定のモンスターハンタートライから登場したモンスターで、トライではオンラインプレイのラスボスとして登場したよ。トライ出身のカニカマ、何か思い入れはあるか？私は初めてトライのプレイ風景を見たのは友人がプレイしているところだったのだけれど、その時見たのがアルバトリオンだった。初めて見たモンスターがアルバトリオン。当時のアルバトリオンはね、攻撃が現在ほど激しくなく、体力も高くなって状態異常にも弱かったもので、極めつけに地形ハメができた。ハメ？いや衝撃だったよ。初めて見たモンハンが地形ハメで瞬殺されるアルバトリオンだったからね。友人がこのゲームのラスボス3分で死ぬんだよって笑いながらボコボコにしてたからね。新規の黒竜とは？その後サードで登場した時は攻撃が激しくなり、地形が若干変わったことで地形ハメも封じられた。高台ハメはあったけどさ。またハメられたのかよ。しかし肉質面が軟化したりして、純粋に強いモンスターという方向性が強くなった。しかし後のトライ G で問題が起きて、肉質がガチガチに硬くなったり攻撃力が異常なまでに高くなったり確定行動が少なくなったりスタン以外ではダウンしなくなったり、挙句の果てには起こると先行玉が効かなくなったり。なんで？どういう理屈？わからないとまあ、世界観的にも最強を強調されているモンスターにふさわしい強さを持ったモンスターになった。で、今回アルバトリオン実装前に現在の最も新しいアルバトリオンモンスターハンターダブルクロスのアルバトリオンを楽しんでいこう。早速私は装備を作った。アルバトリオン相手に気をつけることが2つ。1つはアルバトリオンは肉質がガチガチに硬いこと。トライ G よりは柔らかいけれどかなり硬く、頭部以外では弱点特攻が通らない。そして頭部も高い位置で狙いにくい、弱点特攻が息をしない。2つは長期戦になること。肉質の硬さに対して体力はアカムトルムと同等。私自身アルバトリオンは慣れていないのもあって確実に時間がかかる。そのための不屈だ。これで少しでも火力を上げて、ついでに防御力も上げようってずっと思ってたんだけど見た目どうした？黒竜が相手なのだからこちらも黒くならないと、これでアルバトリオンと同等の力で戦えるぞ。黒キャラいいってわけじゃないからな。最近の一言、あれ依頼主は赤衣のフライではないのか。赤絹の男、過去作でアルバトリオンの依頼をする人物ですね。まあ今語る必要はないよね。そうですね。そしてあちらに見えるのがアルバトリオンでございます。全身が激流に覆われ、ドスコ流骨格の中でも屈指の巨体、全長31メートル、クシャルダオラの最大金冠を大きく上回り、イシュワルダをも上回る全長です。イシュワルダ小さくない？現象の話だからね。さらに近畿の黒竜というのもあって、その能力は他の古竜よりも強大、まさしく能力は天才、あらゆる属性を操ることができますとここまで解説して、いくつの準備は整いましたか？問題ない。さあ勝負だアルバトリオン。私の力を見せてやるぜ。猫宅で運ばれてるやつのセリフじゃない。ですが言っていることは事実です。不屈により攻撃力は 1.2 倍、防御力は 1.3 倍に上昇。特にすごいのが防御力でね。確か1036、ネセと装備以外で1000超えは珍しい。そして相手が相手なだけに念入りなドーピングを。クーラードリンク、怪力の種、飛躍、競争薬ブレイト。一切の縛りなくガチガチマッスルの状態で挑むぜ。そういえば私なぜか怪力の種縛っているのだよね。そろそろ制限なくそうかなって。空中で基準化すると落下速度が上昇する。着地したらすぐにターゲットカメラを起動してアルバトリオンを見る。ほらやっぱり着地狩り狙ってた。さすがはアルバトリオン。着地狩りという姑息な手段を使ってでも倒しに来るという容赦のなさである。しかし欲を言うともっと正々堂々ゴングが鳴ってから。ドーピングしまくってるやつの言うセリフじゃない。ドーピングはしてるけれど姑息な手は使わないから。そして現在のアルバトリオンは火という属性を操る形態で、あれー飛竜モードは不屈を発動させるために結構時間が経ってましたからね。まあとりあえず先行玉投げるか。姑息な手。ドーピングはしてるけれど姑息な手は使わないから。アイテム使って墜落させるって普通に着地狩りより姑息だぞ。こちらにはハンデがあるからまだ大丈夫だ。大丈夫なのかよ。真の姑息な手とは力尽きた瞬間にゲーム終了して敗北をなかったことにすることだ。それは確かに姑息だな。そして現在のアルバトリオンは形態が変化。全身がやや青くなる。この形態では飛行能力に長けています。飛行能力に長けてるくせに飛んでないぞ。落としたからでしょうが、さらに雷属性、氷属性を操ります。このようにアルバトリオンは形態変化によりほぼ全ての属性を操ることができます。ほぼ？水属性は使わないのだよね。素材の説明などによれば水属性も使えるそうで。使えるけど使わないってことか。とはこれをなめるという。水属性が冷気で氷属性になっているだけかと。で、アルバトリオンは形態変化をすると弱点属性も変わってしまう。一応水属性が変化なくそれなりに通るが。それなりそのため私が連れてきたのは爆破双剣。体力が高いので爆破も生じ消去法でこれしかなかった。そして安心と信頼のエリアルスタイル。頭部でダウンが取れないアルバトリオンにおいてノリ状態はとても有効。しかしアルバトリオンは全モンスターの中でも屈指のノリ難易度。時に成功には運も関わります。それはどうかな。なんですと私の体感に過ぎないけれどダブルクロスのアルバトリオンはクロスと比べるとノリが弱体化している。ほら見てちゃんと隙をさらしている。クロスだと3回くらい暴れて当然という感じだったけれどダブルクロスだとせいぜい2回程度。そして2連続で暴れた後は必ず1回だけ暴れるようになっていて、ちゃんと静かに冷静かつ慎重に攻防していればこの通りソロでも十分落とせる難易度になっている。ノリ状態のアルバトリオンめがけて味方が打ち上げたる爆弾を飛ばしまくる必要もない。想像してみると結構シュールだな。そしてダウンしているアルバトリオンは貴重。この状態でダメージを稼げなければちょっとマウンつまりきついだな。しかし今回はタイムを一切考えてないので問題ない。それはそれで問題ないでいいのか。ですがしっかりダメージは稼げたようです。ここでアルバトリオンがフォームチェンジ。形態変化。多様なものではないか。で、これが非属性という属性を使う形態。空中戦を全くしなくなるけれど、その反面地上戦が強化される。おーい。危ないって推理してたぞ。さすが黒龍。そして後ろを向けたな。この辺で擬人化して跳躍。これで下がった頭部を踏み台に跳躍できる。高い頭部にも攻撃。エリアルならではの技ですね。だけどエリアル双剣だから頭部に来るヒットとはいかない。こういうのはエリアルチャージアップスとかが向いている。それ言っちゃうとなんでエリアル双剣なのって疑問が出るんだが。安定性絶対重視。タイム狙わないとこうなるのか。胴体が意外と柔らかって。アットの攻撃に回帰ますよ。分かっているから対処余裕だ。対処余裕とか言っといて対処できてね。もうちょっとゴリ押せると思ったら想定と違ってたのだ。とりあえず私は打ち消しのみを食す。ちょっと待て、今食べたら絶対攻撃食らうだろ。ほら予備動作入ってんぞ。決まった数気持ちが先走って。想定内だ。そっくなタンポポ頭。違うのだって私の勘で予知していたのだ。勘と予知って全然意味違うからな。似たようなものであろう。5分経過です。そういえばドススネオとか言われてたよね。そんなに似てる。言われてみるとそうでもないか。まさかスネオもあらゆる属性を。それはねえよ。はい。この技の後確定威嚇があるので攻めていける。ついでに跳躍も攻めていける。これでアルバトリオンの角が折れたみたいだ。スネオの象徴が半分になった。つまりスネである。変わってんぞ。形態変化だ。それで背後で張り付いていると振り向き引っかきが来るのだ。分かってたよー。それー先ほどの失態を生かしてますね。エリアルらしい立ち回りなんだがいまいち伝わりにくいのだな。こういう時は資料映像を提供するのだ。資料映像？よっプレイができた NG プレイの映像だよ。のか悪いのかどっちなんだよ。さあ先ほどの引っかきカウンターの資料映像を。ありません。しかしこれならありますね。この突進攻撃を神鎌さんは無様に逃げておりますが、これに立ち向かった資料映像があります。アルバトリオンの突進に対して華麗なる踏みつけ回避。さらにダウンも取るロマンプレイよ。資料映像なのが惜しいところよ。いい感じにカットすれば捏造できる。それはやめろ。5分経過しました。時間変わってないだと引っかきが来そうなので跳躍。おお、これがエリアル式カウンターだー。怪しい。もしかしてこれ資料映像か。だよそれ。私が1プレイをすると資料映像疑われ、本編が資料映像なのは Z 級映画の中だけだ。これは紛れもなく本編映像。証明できるのか。そして現在、切れ味が低下しておりますね。こうなるのなら不屈ではなく技物つけてくるべきだったとすごく後悔している。ついついスラッシュアックスの時みたいに使いこなせるかなって甘かった。甘いもの結構好き。やめろ急に脱線すんな。話を戻して今なら飛べると思う。アルバトリオンの懐で飛ぶとかスリルがあるね。スリルを感じることによってフレーム回避できる。スリルの力すげえな。違うんだそうじゃない。激流を研ぎ落とすのだ。よし、最近魚調理動画を見てた甲斐があった。正解化されないだろ。あれはダメですね。あれでは翼に吸われていて鱗を削ぎ落とせておりません。そういえば翼の肉質は硬い。真面目な指摘なのか。そしてこれはついにどんどん2発目を確認した後に3発目に向かってや回避。空中のアルバトリオンに対立カウンターが可能だ。残念なのはアルバトリオンはひるみでは墜落しない。そんなあなたのために資料映像です。これは違うんじゃないか。失礼いたしました。こちらをご覧ください。2発目までを様子見して3発目にエア回避。そこから乗り状態で墜落させることができます。これがエリアルロマンプレイというやつよ。ほんと資料映像じゃなきゃ完璧なのにな。20分経過しました。時間がかなり飛んだ。普通だったらこの時点で倒せてないと遅い判定が出るとか。多めに見てください。世の中そんなに甘くないと。動画のリクエスト見るから。対応できないの来たらどうすんだよ。断る。取引が成立しねえ。これだと多めに見てもらえません。私諦める。サービス終了ですね。というわけで先行玉ドン。ダブルクロスにおいても先行玉は怒り状態にしか効かない。理屈を聞いてもいいかな。よくわかりません。ちなみにダブルクロスにおいては怒り時間がトライ D よりも短くなっているので先行玉は狙いやすいですね。アイスボーンはどうなってるかな。アイスボーンの使用に合わせて墜落後ダウンしない程度だと思いますが、多分完全に無力化してくるんじゃね。メーターが炎上するって。方向はあえて吹っ飛ぶ。あれこの煙何。アルバトリオンの方向などで湧き出る噴火ですね。逃げた方がいいね。そうですね。ならばすぐ回避。20分経過しました。とても困ったことが起きた。蒸気船になりすぎて回復アイテムが少なくなった。それは被弾しなければ問題ないな。先行玉が尽きた。空中戦すれば問題ないな。上層薬グレートが合格含め尽きた。大問題じゃねえか。どうしよう。上層薬の依存度が高いエリアル双剣でこれはあれカスあたりで力尽きたっぽいな。なるほど。所詮はスネオってことか。耐久も骨だったと。その理屈だとお前骨相手に苦戦してたってことだぞ。アルバトリオンが骨なら私は皮。苦戦は必須であった。話のスケールがどんどん小さくなってやがる。というわけでアルバトリオンの討伐、お疲れ様でした。不慣れ、双剣との相性の悪さで多めに見てもいいとは言えないものですが、まあ倒せることが大事です。モンスターハンターの基本です。くるみに同情されるとなんか辛い。治療不足すぎますね。すみません同情してください。久しぶりに戦ったかと思われますが、感想はいかがでしょうか。ソロで最後に討伐したのはサードの時だったかな。当時ものすごい苦戦した結果、ソロでは戦いたくないと脳裏に刻まれて、ダブルクロスでも時々ソロで戦ったことこそあったけれど、討伐までは自信が出なかった。今回改めて戦ってみて、肉質こそ強烈であるけれど、確定行動や隙がしっかりとあり、結構楽しいモンスターだった。すごい強いけれどね、これでもトライ G から弱体化しているのだから恐ろしい。アイスボーンはエスカトンジャッジメントをはじめ、大幅に仕様が変わっている。どういうモンスターなのか楽しみである。それでは今回はブラック食品ことカニカマがお送りしました。いやー、お久しぶり、リモス様だ。今回の動画はいかがだったであろうか。当チャンネルの他の動画もぜひぜひ見てほしい。生放送も時折しているから、見てくださると我が輩は嬉しいぞ。次回の動画も楽しみに待ってくれると嬉しいぞ。